ジェンダーレス、エイジレス、体ボンレス、クラリオサ男です。バイザイマーということで、今回なんですけども、デスソース、いや私辛いもん苦手だから自信全くないんですけど、もう男友達がもちろん株式会社になるっつんだったらやってみようということで、今回チャレンジしてみたいと思います。チャレンジするのがこちら。これがスタンダードというか一番オリジナル。こっちがサルサで、こっちがアフターで、こっちがサドンデス。サドンデス、デスソース、デスデス言ってますもんね。いっとっか。これから始まったわけでしょ。すごく辛いぞっていうデスはどんなもんいくの。ごくごくごくじゃないよね。違うよね。人たらしとか、人たらしってなんかね悪いやつみたいな。ちょっと待って、ビビって全然いけねえわ。こんな感じいいのかな。いっちゃいますよ、オリジナル。あー、もうこんなのスタンダードじゃない。あー、これ相当よ。いろんな武術の中での一番最初の加納治五郎的な始まりの感じ。これ段階減れる。いや自信ないわ。もうオリジナルが相当だったよ。次の世代ってことだもんね。じゃあ行かなきゃよね。サブサ行っちゃいますよ。オリジナル声はしてる。オリジナル声はしてる。なぜ2回言う。あ、ちょっと待って。ちょっと水いただきました。ごめんな、ライノサラス。やっぱり超えるべき時代は来て、オビワンがありました、それからアナキン来ましたみたいな、作り出した人に対しての次の世代みたいな。ルーク行ってみっか。アフターデスソースって何。死後のソースじゃん。死んでなおのソースだ。手震えちゃってるわ、もうビビっちゃって。あ、結構いっちゃったよ。アフターで完成でしょ。やばい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 、このままバイザーいましたよ。やっぱりこのコエールでオリジナルとそれからサルサーよりも強いっていうのはもう試してみたら分かるけど、この2つの時代を経てより強いやつが現れてる世代っていうのは、私こんな声だったっけ。もう十分な中、どうやってこの絡みを足すんだ。さらにあるわけでしょう。3世代を経験した以上、最後の世代と戦わないわけにはいかない。行くよ。サドンデス。お、戻ると。やっぱりなんかこう自分の中で切り替えたんだろうね。声戻れたよ。しゅっちゃうよ、サドンデス。あ、やっちゃったよ。今までで一番多い量いっちゃったよ。デュミオ、サドンデス行くんです。お見苦しいところを見せてるのは重々承知なんだけど、これはしょうがないよ。やっぱり全部の世代を超えて現れたんだと思う。でも羽生結弦君の凄さ分かるわ。出てくんのよ、大谷翔平とか。誠にって思うような、そういう人現れるっていうのが
サドンデスソースを舐めると分かります。皆さんも試してみたり、それを試すことによって自分のやりたいスポーツやら職業を見つけてもらって、よりすごく技術をつけた選手や社会人になってください。はい、ということで、アイガッタゴーザインナーマッスル、最後平泉せいみたいになっちゃったけど、バイザイバー。はー。